まっすぐで入りました。ノーストライクワンボール。うっとここで球審一度ピッチャーのところに駆け寄っていきました。まあ、少し注意を与えました球審の桑原。今の動き見てますと、まあ、2段モーションを注意されたということですかね。そうかもしれませんね。1球目コースは良かったんですが判定ボール。2球目打ち上げました。インコースのまっすぐ、キャッチャーずっと追っていきますが思い切ったまっすぐです。マウンド上への下陽台、空振り三振。やはりこういう場面で登場するともうあれですね、全てを出し切るという素晴らしいフォークでしたね。ワンアウトを取っています。そして3番吉川に対してインコース148キロのまっすぐ、詰まった当たりセカンドゴロ、ファースト飛び出している、ベースに誰もいない、送球はアウトになりました。一瞬ヒヤリとしましたな。さあ8回の真っすぐライトの前、ライト前進前進前進、飛び込んで取っています、取っています、スリーアウト。九州産業大学衛星の下。